俺の区間は AWM。はい、どうも、スコルです。今回はですね、まあ、復刻の方が、まだあるんじゃないって話、していこうかな、というふうに思います。それでやっていく。はい、というわけでやっていくわけなんですけれど、なんでこんな話をするかっていうと、まあ、復刻のですね、まあ、画像っていうのが中国の方で、まあ、公式で先行で出ていたんですよね。それがま、こちらの方になるわけなんですけれど、まあ、こんな感じの画像になってますね。この画像を見るとわかる通り、まだその着ていないアイテムっていうのが、まあ、一部書かれてあるっていう風に、現状なるわけなんですよね。第一弾のアイテムっていうのは、まあ、背景に書かれているわけなんですけれど、まあ、表に出ている、まあ、3つのアイテムですね。第一弾ではないアイテムの方に関しましては、まだ復刻の方はされていないですよね。まあ、まずこれがありまして、まあ、来るんじゃないのっていう。今回は復刻ガチャっていうですね、名称ではなくて、絶版ガチャっていう名前でしたよね。まあ、そこら辺も相まって、まあ、絶版ガチャと復刻ガチャで分けてくるんじゃないかっていう、まあ、そういう風に考えることができるわけなんですよね。で、ちょっとゲーム内の方は入ってきたわけなんですけれども、まあ、今回復刻が来まして、一部変わった要素っていうのがあります。まあ、それが、まあ、区号式の方とかは、まあ、拡張できなかったと思うんですけれど、例えばですね、まあ、エヴァの M4 とかは、こうやってですね、存在しているっていう、まあ、ショップの方ありまして、なおかつ、拡張可能っていう扱いに、これ変わってるんですよ。で、物資で獲得っていうボタンの方もついておりまして、まあ、副スキンとかも同様で、結構下の方見ていきますけれど、こちらの方ですね、まあ、これらに関してましても、まあ、やっぱ、黒の、例えば、例の、まあ、スーツの方とかも、まあ、物資で獲得になっていて、拡張も一応できるような形になっているっていう。で、この辺ですね。まあ、第2弾以降のエヴァンゲリオンのスキンに関しましては、扱いの方が変わってるっていう。まあ、レイの学生役の方も物資で獲得可能っていう風になってまして。まあ、今回の絶版ガチャとは別に物資の方が、まあ、来るのかなっていう、ことが、まあ、読むことできるわけなんですよね。まあ、こういう扱いになっている以上は、何かしらですね、まあ、入手できる手段ってのはあるのかなという風に、まあ、思いますね。出なかったら、まあ、かかんでいいんで、物資で獲得、イベント終了でいいですからね。で、今回、まあ、その、絶版のガチャが実装されたタイミングで、こちらの追加っていうのも来ているっていうことは、まあ、またやっぱり違うタイミングで来るっていう風に、まあ、考えてもいいと思いますんで、まあ、今回のやつ、まあ、回すか迷っている人っていうのはそこら辺でね、復刻のガチャが来てからもう一回考えるっていう、まあ、時間ある程度経ってから考えればいいかなっていう、まあ、復刻今買ったらまあ今買ったらね、最後の方に復刻の方回せばいいと思いますし、まあ、来ればそっちの方で考えていけばいいと思いますんで、今急いで復刻式が入っている、まあ、今日ですね出ました絶版ガチャの方ですね、急いで回す必要はないっていうことを皆さん覚えておくといいのかなっていう風に、まあ、思います。まあね、あの動画撮った後、まあ、修正の方入って、まあ、ショップの方でですね、まあ、M4 とかは拡張できなくなりましたね。ただまあ、拡張できるような仕様を用意していたっていうことは、まあ、イコールですね、やっぱり今後まあ、拡張させる予定はあるのかなっていうふうに思いますね。現状は M4 の方、まあ、一覧にもないですし、拡張の方できないんですけれども、できるタイミングが来るっていうふうに考えるんだったら、復刻は別で来るっていう。まあ、やっぱり今回のガチャは、絶版ガチャっていう名前になっていて、復刻ガチャではありませんので、違うタイミングで、そうではありますよね。順番間違えちゃったんでしょうね。M4 と空後の拡張させる順番を間違えてしまったっていうですね。それはまあ大いにあるのかなっていうふうに思います。はい、というわけで今回も皆さんの疑問や質問に答えしていこうかなというふうに思います。で、次ですね、十字架で回路になったりしないですかねと、区号式の方ですかね、区号式はならんでしょう、十字架では。なんか、前にですね、7つの滞在コラボやった時に、シャスティフォルの M16 が金十字架で購入できたんで、まあ、それ以降ですね、まあ、金地家で毎回ですね、コラボレーションの金銃交換できるんじゃないのっていう、交換できるようにならないんですかねっていう声が増えてきたんですが、まあ、シャスティフォルはもともとできますからね、第一の時に。はい、金地家で交換。まあ、そのできるっていう仕様をもともと持ってきたからできただけであって、基本的にまあ、コラボレーションの金銃は、金銃地家では交換できないからですね。まあですので、まあそういうアイテムってのはまあなかなか来ないでしょうね。まあもちろんですね、まあ来る時ってのもあるとは思うんですけれど、まあ新規で来た時にたまにあるのかなっていう感じであって、基本的にはまああんまないっていう風に覚えておくといいと思います。まあ、最近は金銃チケットのまあ交換難易度、入手難易度ってのもすごい下がりましたよね。無課金でも全然まあ入手できるアイテムっていう風にまあ変わってきているわけなんで、まあそこをわざわざ消費させてから交換できるような武器っていうのも、まああまりその持ってくる気はこれコードの上ないのかなっていう、まあバトルパスの10ぐらいじゃないですか、基本的に。持ってきてもね、簡単にその交換されてしまうんだったら、まんま作る意味ないよねっていう風にもなってしまうわけで、それ嫌じゃないですか、こういう子供上からしたら。まあ、なんで、まあ、能動的に持ってくるってことはあまりないんじゃないですか。たまーに持ってくるかもしれないですけれど、基本的にはあんま考えづらいですよね。で、次ですね、この空母がトレンド入りするぐらいの良さがわからないんだが、やっぱりアニメみたいな変わりなんだなと、エヴァンゲリオンの空母っすよね。まあ、作品人気で人気になっているっていう側面はかなり強いと思いますね、正直なところ。まあ、単純なそのスキンの良さっていうのももちろんあると思います。まあ、コアコードの中でですね、まあ、結構その、なんて言いましょうか、原作のモチーフ部分っていうのがすごくですね、出ている、まあ、銃っていう風にもなってますし、まあ、その原作人気とこの二つ合わせた結果、まあ、人気になりやすいっていうですね。まあ、他のなんか、例えばコラボレーションの銃っていうのは、このキャラってこんな感じだよね、ぐらいの、まあ、銃になっていて、すごいモチーフって、
っていう感じにはなってないと思うんですよ。例えばまあ、東京リベンジャーズの銃とか、まあ確かにかっこいいんですけれど、まあこんな感じのテイストだよねってのは出てるんですけれど、まあ作中モチーフが多く使われているわけではないっていう感じになってると思いますし、まあそれと比べてやっぱエヴァンゲリオンの空母っていうのは、まあエヴァンゲリオンじゃないですか。で、なおかつその作品の人気もあるってなったら、まあやっぱりですね、人気っていうのは出やすいのかなっていう風に思いますね。はい。拡張した時に結構見た目がすごく変わるっていうですね。まあそこら辺もまあ人気が出やすい部分なのかなっていう風に思いますし、まあ、プラス作品人気がある。それがあることによって、すごいまあ欲しいという風に思われやすい順にはなるかなっていう風に思いますね。まあ、今回の新しい語の方に関しましても結構いいっすよね。マーク6。あれもすごいいいと思います。まあただあれはまああくまで脇役のまあ期待ではあるんで、まあそれと比べると、まあ初号機の方がいいっていう風に思う人も多いのはまあ当たり前なんかなっていう風に思いますね。で次ですね、進撃の時、復刻ガチャの3日後に金銃セレクトパック配布来たから、今回も復刻のガチャ引くのは月曜まで待った方が良さそうかなと。どうですかね、まあエヴァ来るんかなふうに思いますけれど、まあ、進撃の時は花からまあイベントするっていう告知をしてましたからね。告知をしてからのまあ実際その始まったらそういう金銃配布されましたっていう流れだったんですけれど、まあその同じ流れってのがエヴァンゲリオンにはないからですね。こういうなんか大々的に大きなイベントをいつしますよっていう告知は今回してないんで、まあそこら辺考えていきますと、どうなんだろうっていう、やってもおかしくないと思いますよ。金銃セレクトパックぶっちゃけ空母とか M4 とかまあもう配布したところでなっていうふうに思いますし、まあ、進撃の時もまあ復刻してある程度そのガシャ回してから、まあ、パックの方を実装して配布するっていう、まあ、上げて落とすような形にされていたと思うんですけれど、まあ、その流れででもおかしくないと思います。8月の4日まで、まあ、開催期間もあるんで、結構長いんで、その中でまあ、最後の週にするっていう、最後の週に一気に緩和してくるっていうのは、なくもないですけれど、まあ、ただそのイベント告知がないからですね。今後まあ、いろいろエヴァンゲリオンコラボに関する新しいイベントの方を告知されましたら、ワンチャンあると思いますが、まあ、現状はまだ、ちょっと思いつかないかなっていう具合です。で、次ですね、補給勲章の使い道来ないかなと、まあ、でもコラボレーション中にあんま僕は来てほしくないですけどね。コラボレーションの補給勲章ガチャってあんま上手くないんで、充電特典はない、当たる中身は微妙みたいな、大体そんな感じっしょ。あ、なんかもう埋め合わせで作ったんだなみたいな感じの内容になっていることが多いんで、まあ、あんまなんかコラボレーション中にコラボレーションの補給勲章ガチャはあんま来てほしくないです。正直なところ、中身が良かったらいいんですけれど、大抵なんか微妙だなっていうやつが多いんで、これみたいなあたり、いやこれは別にいらないよっていう感じの内容の時がすごく多かったりしますんで、まあそれはなんかね微妙っすよね。まあすごい例えば金銃とか金幕の服が入っていて2回目以降も当たるみたいな感じの仕様で、でなおかつもう排出率が 2% ぐらいあるとかね、その服だけとかその銃だけで 2% ぐらいありますとかやったら回すかもしれないです。それも金チケの弾にできるんで、だったら回すと思いますけれど、そのレベルじゃないと基本的にまあコラボレーションの補給ガチャってのはあんま俺は回さんかなっていう風な印象っすね。正直もうそれでゲットして自分自身が使う未来が見えないですね。結婚式のなんかあったし、この間補給勲章のねスカートが入っている、まああれぐらい見た目がいいんだったら回すかもしれないです。あれぐらい力が入ってるんだったら、ですけれど、大体まあコラボレーションのね補給勲章ガチャ中身微妙だからですね。あんまなんかどうなんだろうみたいな、来てもなどうせ美味しくねえし、だって来たところで10連得点ないしね、補給勲章ガチャとか10連得点なかったら俺回す意味あんまないと思ってるんで、まあ、結婚式のやつに関しても見た目はいいですけれど、まああれも10連得点ないし、使う補給勲章の数多すぎるしみたいな思うんで、まあ三国志みたいなガチャが一番ね嬉しいんですけれど、まあコメの方も告知されてますし、そっちの方に僕は補給勲章ですね使った方がまあ賢い選択肢なんじゃないかなっていうふうには思います。